ショートプログラムの曲は管弦楽組曲第3番アリア、そしてトッカータとフーガです。トリプルルッツからダブルトーループのコンビネーション、解説はトリノオリンピック金メダリスト荒川静香さんです。よろしくお願いします。お願いします。フリップジャンプ、ここが大きなポイント。トリプルフリップ、これは非常に高さもあっていい流れでしたね。このスピンの回転の速度もいいですね。はい、いい流れできました。最後のジャンプ、ピタトゥアクセル、いいですね。非常にジャンプが安定しています。体のキレが非常に良くなっていますね。シーズンの最初の大会よりもはるかにいい動きをしていると思います。はい、最初の中国大会は7位でした。本人はこのショートプログラム 100% 近い仕上がりと手応えを感じています。ラスト